金策市は朝鮮民主主義人民共和国環境北道南部にある都市。旧称は、白津、北朝鮮における製鉄業の中心地の一つである。市名は、当時生まれの朝鮮人民軍司令官、金策にちなみ、1953年に改名された。市の南側は、日本海に面している。中心市街は、半円を描く白津湾の西に面している。 気候は海に面しているために内陸ほどは寒くない。夏は比較的涼しい。22度、22里を管轄する。古代はコークリートボッの地であり、女神族の活動した時期を経て、13世紀に元の領土となった。14世紀後半、元の滅亡に伴ってこの地は、高来の統治下に入り、基地州の管轄下となった。1398年。 朝鮮王朝によって、白津鎮が設置された。1898年、環境北道基地集の白津鎮周辺及び、環境南道端川軍の一部を合わせ、白津軍が設置された。1899年4月、開港に伴い上津府が置かれたが、その後基地集に統合され、行政区域としては安定しなかった。1903年に、 吉州郡軍から白津軍が分割、再設置、1906年に白津府に昇格した。白津府は1910年10月1日に白津軍に降格された。1910年時点で、鶴上、鶴南、鶴中、鶴西、鶴東の五面が存在した。1920年、港や駅を中心とする地域に白津面が新設された。 日本統治下において、1930年代、後半以降重工業化が進められ、1937年には、日本公周波重工業場津製鉄所が創業を開始した。1939年には、白津面が優に昇格。1943年には、白津優が白津府に昇格した。白津府が成立して、軍を離脱するのに伴い、 九条津軍は鶴城軍に改名した。第二次世界大戦後、白津府は白津市に改名した。朝鮮戦争では、白津も大きな被害を受けた。1951年1月、この地で生まれた朝鮮人民軍司令官金作が死去すると、1953年にその栄誉を禁念し、鶴城軍が金作軍に、白津市が金作市に改名された。 1952年に行われた行政区画再編により、金作軍の六里が金作市に編入、七里が環境南道高泉郡に編入された。再編された金作軍は、鶴東面、鶴中面、鶴西面の全域と鶴上面の一部で、金作優は旧鶴上面、鶴白里に置かれた。なお、金作軍の優は、 その後1953年から54年にかけての一時期、リングラザトに移転している。1961年、金作軍は金作市に編入された。2002年現在、22道22里が存在する。この節の出典金作軍、編集日本統治時代から重工業が発展し、白地製鋼所などの大工場なども多い。製鉄業は同国随一であり、 特に特殊工の生産でも、同国最大の都市である。また、水産業は、東海岸最大を誇る。農業は、果樹類の生産が多い。平年値データキムチェック。気象庁。2013年4月2日閲覧。キームチェック、ノース、コリアクライメートノーマルズ1961から1990。ワールドクライメートホーム。2013年4月1日。 閲覧。明治43年10月1日朝鮮総督府令第7号による朝鮮総督府官報第29号 P14 参照。ありがとうございます。